1987年9月23日の日食は、1987年9月23日に観測された日食である。ソ連、中国、モンゴル、日本、ミクロネシア連邦、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジー、フランス領、ウォリス・フッツナ、西サモアで、近間日食が観測され、アジアのほとんど及び周辺の地域で、 部分日食が観測された。金間隊が通過した金環日食が見えた地域は、ソ連南部、中国の新疆ウイグル自治区から、上海市までの広い範囲、モンゴル人民共和国南西端、日本沖縄県の内沖縄諸島のほとんど、ミクロネシア連邦のウォレアイ干渉とイファリック干渉、パプアニューギニアのヌグリア干渉とタウーク干渉、 ソロモン諸島のオントンジャワ干渉とシカイアナ干渉と、ダッフ諸島、フィジーのロツマ島をはじめとなる、ロツマ諸島、フランス領、ウォリス・フッツナのウォーリス諸島、西サモア北部だった。また、近間日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、ソ連ヨーロッパ部分の内アジアと隣接する、ごく一部の地域、アジアのほとんど、オーストラリアの大部分、太平洋中西部の多くの島だった。 その内大部分は現地時間の9月23日に日食が見えたが、国際日付変更線東部の一部は9月22日に見えた。当時中国の5つの電波天文台のうち、ウルムチと上海の2つが金管帯の中にある。他に南京、北京、昆明の3つは部分日食が観測できた。特に南京のが金管帯に近かった。 1986年12月、中国科学院数理学部と天文学会が本命の会議で各天問題が現地で観測することを決め、その5つの観測地のうち最善のが、食分の最も大きく、金環食の持続時間の最も長く、金環食の時対応が天頂に最も近い上海天問題だと選んだ。 上海天問題は25メートル電波望遠鏡で7つの周波数バンドで観測を行った。昆明四方王山にある雲南天問題も部分日食のマルチバンド合同観測を行った。中国電波電波研究所は、近艦隊の南縁にある信号市の高周波空波レーダーで観測し、日食中電理想に不均一な構造と動きがあり、最大動作周波数が変わり、 日食後も大規模な変動があることを発見した。ありがとうございます。